時12時だよ。今から練習時間に入ります。あ、Thank you.
はい、というわけで今宿泊先に戻ってきました。結果は残念な結果になってしまいました。1回戦はインパクトゲーミングっていう本当元トッププロだったり有名な選手がいるプロチームと当たって、負けてしまって、本当そこは強くて本当何もできずに終わってしまいましたね。でルーザーズに落ちてから、1勝2勝して、ラウンド3で、惜しくも負けてしまいました。相手は、プロポイント24位、確か24位だった、チームで、かなり強いところでしたね。プロポイントっていうのはそれまでの大会とかで、成績を残すと、もらえるポイントなんですけど、まあ、ポイント数が多いとシードを取れたりしますね。で今回140チームほど確か出てたので、まあ、それの24位の敵でしたね。本当に接戦でした。ハードポイント200点ぐらいと250点で負けて、サーチも5-6っていうところまで行ったんですけど、いやー本当にちょっとした最後はコミュニケーションミスだったり、とにかく悔しいです。本当になんか自分たちのこう練習してきた力はまあ 80% は出せたと思います。まあ、本番っていうのは 100% なんて出せることなんてそうそうないと思うんで、まあ、80% 出せたのはすごいいいと思うんですけど、まあ、今回のこうアメリカ遠征振り返ってやっぱりすごく僕たちはもう本当に一からのスタートでしたね。アメリカ来て本当自分たちの戦い方、経験してきたことは本当何も意味なかったというか、まあ全然違いましたね。なんか自分たち今までただに個人技とか、まあ、エイムとか、まあ、そういうのでなんか勝ってる場面が多すぎて、アメリカ来てこういくら個人技があっても本当に強い連携力とかチームワークは本当すごいチームで一切通用しないんだなっていうのが本当分かりましたね。カバー力だったりすごい構造の連携だったりはすごくて、まあ、それのためにやっぱりコミュニケーションだったり研究だったりがもうめちゃくちゃしてるので、やっぱそういうところの意識の差っていうのをものすごい感じましたね。で戦い方も全然違うし、めちゃくちゃスピーディーだけど雑ではない。だから今回のこのアメリカ遠征で僕たち本当に多くのことを学びましたね。まあ、特に意識がかなり変わりました。まあ、本当全てのことにおいて、まあ、練習方法もそうだし、まあ、僕たちこうアメリカ遠征2週間少しやったんですけど、人間そんな簡単にね、強くなるわけじゃないので、まあ、2週間ちょっとやっただけでそんな、ね、トッププロに通用するレベルまでこう進化したりとかはもちろんないんですけど、でもやっぱ今回の結果見ると僕たちはもっと勝たなければいけなかったなって、これだけ支援してもらったので正直もっと勝たなきゃいけなかったなっていうところがもちろんあるし、本当に応援してくれた方々に本当申し訳ないです。ただまあ次もしこのこういうね機会があったら絶対に今回以上の結果を残すと誓うので、次も応援よろしくお願いします。で日本に帰国してからまたもうすぐね1週間少しで、プロ対抗戦があるので本当休んでる暇が本当にないですね。まあ、そこでプロ対抗戦でまた新しいラッシュゲーミングをお見せできたらなと思います。というわけで本当にお疲れ様でした。動画見てくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
顔でやってやる。今から帰ります。え、今度顔でやってやるの。うわっ、こうやってグーって危ない危ない危ない。